気分はウェウェー。はい、ということで始まりました。5回目でございます。5回目でございます。はい、桃田ひなです。はい、上野ひゅうらです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで5回目なんですが、5月入りましたよ。突入いたしました。はい、ゴールデンウィーク。そうです、終わりの頃ですね。 GW です。 GW、はい、そして、まあ、GW、まあ、要は今日はですね、5月の4日ですよね。はい、5月4日。はい、はい、じゃあ5月4日はどんな日なんでしょうか。はい、桃瀬ひなの今日は何の日。はい、今日は緑の日。うん、皆さん聞いたことありますね。はいはいはい、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、うん、豊かな心を育むことを趣旨とした国民の祝日の一つでございます。はいはい、春の大型連休とも呼ばれるゴールデンウィークを構成する祝日の一つでもありまして、もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから、1989年より4月29日が緑の日という国民の祝日になっていたんですけれども、2007年より4月29日は昭和の日になったので、緑の日は5月4日に移動しました。はい、そういうことです。で、緑の日はなんかいろんなそういう植物園とかが無料開放されてたりするらしいので、もしかしたらこうなんとなく皆さんが知ってるようなところも開放してるかもしれないので、なんか東京やった、東京は結構ね、国公立公園の無料開放があって、上野動物園、多摩動物公園、なんだろうな、小石川植物園、井の頭自然文化園などなども入園料無料だそうなので、なるほど、こういう例を機に行く人とか多分いるんでしょうね。いるやろね。ね、はい、こういう時だから、まあ、大阪、どうなんやろね、大阪天王寺動物園とか無料開放されていけんのか。調べてみたけど、その無料開放、まだ情報、私の目には入ってなくて。今やったら出てるかもしれない。はいはい、一回試しに行って行ってもらって。あかんくっても、まあまあ、きっとそんなびっくりする金額ではない。はいはい、まあ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 、天皇寺動物園安いからね。そうそう、はいはい、なるほど、緑の日だったもん。そういう日でございます。まあそうなんですよね。だから僕らは、実はその、平成元年というか、昭和64年、63年やね、3年までは、天皇誕生日だったんですよ。うんうん、で、天皇誕生日でいつもね、ゴールデンウィークを1日増やしてくれてるっていう。確かに、天皇やなって、うんうんうん、みんな大喜びしてたんですよね。で、それが亡くなられたという話になって、うん、亡くなられたらどうなんだろうと思ったら、うん、天皇誕生日は当然ながらね、今の上皇、上皇陛下の誕生日に移るんですけども、うん、じゃあ移ったらゴールデンウィークが1個減るよねっていう話で、国民の休日として緑の日っていうのが作られる。なるほどね。そうだから、もう本当に昭和天皇ありきで作られてて、うんうんうん、で昭和天皇確かに生物学者なんですよ。うんうん、で、ちゃんと論文とか学校、そういう論文とかも出したはるちゃんとした学者さんなんですよね。で、その天皇だからこそ緑の日になったんですけど、うん、その何、平成19年に緑の日ではなく昭和の日になり、緑の日が移動するという、はい、なんかそういうことになったんですよね。でもその緑の日ってだから、そのなんかエメラルドの日とかさ、なんか緑関係がね、実は紐づいてくるという話で、みんなだからお引越ししたって話ですね。植物園の日、薄い運動の日、はい、翡翠の日、シラスの日とか、はいはいはい、これ緑の日にちなんでるものいっぱいあって、うんね、それが全部お引越しはんだ、いろいろ引っ越してなってるわけなんですよね。はい、面白いですよね、こうやって見たら。はい、そしてもう一つ、はい、スターウォーズの日。来ました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 よ。一人喜んでる。はいはい、呼んでございます。日付は、はい、劇中の名ゼリフ、はい、May the Force be with you、はい、フォースと共にあらんことを、はい、の May the Force と、うん、はい、May、 5月4日の May the Force そうそうそう、5月4日をかけた語呂合わせ、ダジャレやった、
そうですからこの日がスターウォーズになったそうで、はい、世界中に熱狂的なファンを持つ映画スターウォーズの日になりました、はい、で日本においてももっとたくさんの人にスターウォーズの魅力について知ってもらうことが目的だそうで、はい、この日は世界中のファンがスターウォーズの文化を祝い映画を称える日なので、うん、この日には記念のスペシャルイベントとかも開催されてたりもするそうでございまして、はいはい、私はもうこれ以上語れないのでちょっとお待ちしますいやいや、もうだってね、僕公開した時が小学校の1年生とか2年生とかそうなんですけど、うん、でもね、その当時吹き替えがないのよ。今は声優さんが吹き替えたやつがもうそのまま上映されるから、うんうんうん、子供らって吹き替え版見るやん。あ、そうですね、うん、ところが当時吹き替えがなくて字幕版しかないわけよ、うん、でどうなるかっていうと、お母さんに連れて行ってもらって、でお母さんが字幕をずっと横で読んでくれてる。俺とアキラくんって俺の家の隣に住んでた一個下の子があって、うん、その子と二人連れてかれて連れて行ってもらって、うん、でお母さんなんて書いてんのってずっと。そうですよね、1年生ぐらいだったらひらがなしか読まないから、そうる、そうで、そう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 、大事なとこ全然わからん。しかもフォースを信じるのなんていう、そのフォースって理力って書いてあるんです、うんうん、漢字で理解の理、うん、に力で理力って書いてフォースって読ましてるね。うん、だ理力って読まれへんし、何お母さんあれないみたいなね、なんかカーカなみたいな、うん、でそれがもうなんていうの、ずっと続いてるから、多分近くにおったおっちゃんとかめっちゃ怒ってたと思うんだよ ね、まあ、ねお兄ちゃんとか読まれへんやったら来んなよみたいな感じやったかもしれへんねんけど、もうずっとお母さんなんて書いてんのお母さんなんて書いてんのずっと言うてる、お母さんずっと読まされるっていうところからスターウォーズ大好きになり、はい、未だに大好きです。未だに大好き、そらもうこの日、今日記念日や。そうちなみにこの今日 その「スター・ウォーズ」の日になる理由になっている「May the Force be with you」っていうのは、これはね、本来はフォースじゃない、 May the God be with you、 そうそう、神と共にあらんっていうキリスト教のことみたいな、それをフォースに置き換えてるんです。あ、なるほどね。そう元の言葉があったの。元の言葉はキリスト教の言葉です。でそれをフォースと共にあらんのっていう風に変えてるだけなので、まあ本当はそういう理由があるんです。スターウォーズ、はい、発信じゃないってこと。そうでも、うん、もうなんかみんなスターウォーズの名台詞だと思ってるという話なんですよ ね、 まあ日本人特にそんなにあんまり詳しくないから知らない人が多いです。そのまま入っていくからね、はい、そんな日が5月4日でございます。はい、ありがとうございました。はい、もうこれ以上喋るとね、うん、番組だけで30分終わる、はい、ここで終わらせていきますが、はい、さて来ました、はい、シネマどんぶりでございます。はい、はい、シネマどんぶりはですね、今日はですね、夜明けへの道というドキュメンタリー映画でございます。はい、でこれがですね、ミャンマー、うん、ミャンマー元ビルマンですね、はい、僕らは世代はビルマの盾事とかという映画があったり、まあ原作本があったりとかする映画なんですけど、でこれがですね、ミャンマーって国名が変わり、でずっと、ね、軍事政権なんですよ。で、アウン・サン・スー・チーさんというか、はい、長い間ずっとその軍事政権に囚われの身になってて、うん、外へ出れなかったその民主派の代表の女性がいるのね。でそれがアウン・サン・スー・チー女子っていう人がいて、でこの人が、長い間そのアメリカが交渉をいろいろ続けていって、で結果、外へ出ることができて、で、彼女がその民主的な選挙をやるという約束を取り付けてやった結果、まあ、彼女国家元首にはなれないっていう決まりを作られた上で、彼女の与党が政治を取ったのね、政権を取ったのね。でその後民主的な国としてミャンマーがしばらくおったんだけど、3年前に、その軍が反乱を起こしました、クーデターを起こしまして、
で、軍事クーデターによってまた軍政権がドーンと降りたという形で、アウンサンスーチーさんもまた捕らえられたという形になって、それまでの暮らしが一変したわけですよ。で、あの軍事政権下だったらやっぱり言えないこと書けないことがいっぱいあって検閲もされるしみたいな。で、それに対して、民主主義の世界ではものすごく自由にいろんなことが言えたりやれたりとかするということで、この映画監督のコパウ監督っていう監督がいらっしゃるんですけど、ミャンマーで、このコパウ監督が、いや軍事政権それいかんと、民主主義は守ろうって言ってデモ運動とかデモ活動とかやっていくんですが、どん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 追い詰められて、もういつの間にかジャングルの中にいるみたいな、そんな状態になっていくというのを、そのままなんと監督自らカメラを回しながら、ずっと今の状況を語り続けているという、内容のドキュメンタリー映画なんですけども、これさすがにね、監督ずっと逃げてるんで、監督に取材ができなくてですね、そう、日本にいらっしゃる、北角由紀さんっていう、ジャーナリストの方が、まあ、支援をずっとされているので、その北角さんに、インタビューをさせていただきました。もう北角さん自身もミャンマーでジャーナリストをされていて、でもね、実はね、北角さんなんと大阪の大阪市内の、辰巳小学校の中学校の校長をされてたんです。一瞬だけなんですけど、橋本徹、大阪市長下で民間校長をどんどん作れみたいな時に手挙げられて、100人の校長が一人として、辰巳中学か、で、校長されてました。で、それ終わってからミャンマー行かれたらしいんですけどね、はい。で、コパウ監督とも出会って、今応援の支援をしていらっしゃるという、北角さんに、インタビューをさせていただきましたので、まずはこちらの、ビデオをご覧くださいということで、シネマドン。アナシンエジョコピャピャタタレオティネスエストリエダウィヨンバイエティエロニバタヤニリナイチェイバアメスウィエディエチェイニバチェアカミロナウデニアギニアဒီမိုကရေစီကိုအမီးလောက်ပဲသုံးဆွဲခွင့်စားသုံးခွင့်ရခဲ့တာ။ဒါမဲ့ပြည်ပြည့်တွေ့မယ်၊ရဆိုင်မယ်၊ဖမ်းမိရင်လည်းဖမ်းမိပေါ့။ You're not going to be Leon McCarthy down the way ရင်းရင်းနေ။ဒီလူကကိုရစ်တယ်။ PDF ကိုပြီးသူကပဲတည်ထောင်နေတာ။ရင်တော့ဟန်ခံမှာလဲတပ်ပကုတ်ကိုအထုတ်တထုတ်လို့ပဲはい、それではドキュメンタリー映画夜明けの道の監督はコパウ監督なんですけれども、今日はですね、そのご友人でいらっしゃいます北角由紀さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、北角です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、この作品がどういう作品なのか簡単にちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。パウ監督はですね、ミャンマーの代表的な映画監督ですけれども、3年前の軍事クーデターでですね、抵抗運動に参加しましてデモを行って追われる身になってしまいます。その逃げる、最終的には民主派が支配している解放区と呼ばれるところに逃げるんですけれども、その逃げる過程を自分の iPhone で自分を撮りながら、自分のつぶやきとかも録音しながら、それを克明に記したドキュメンタリーになります。まあ、今回
まあ、本来だったらパウ監督にインタビューをっていうお話なんですが、なかなかかなり厳しい状況というか、当然ながら戦闘状態の中でなかなか安定してそのお時間約束したりとかも難しいということで、まあ、今回ご友人ということで北角さんに、出演していただいている形なんですけども、北角さん自身も活動というかドキュアッタンっていう一般社団法人を立ち上げられて代表理事されてるということなんですけど、それはまたミャンマーの支援をやってるみたいな感じなんですか？そうですね、もともと私7年ぐらいヤングでですね、ジャーナリストとして活動してたんですけれども、はい、そこで軍事クーデターにあってですね、デモですとかそういうものを取材している中で、拘束されてしまいます。で、1ヶ月陰線刑務所というところに収監されるんですけれども、いろんな方のおかげで、帰ってくることができました。でそれからですね、まだ私のミャンマー人のジャーナリストの友人たち、映画関係の友人たちがまだ逃げていたり、撮影を続けていたり、また中には捕まっていたりするんですけども、はい、そういう人たちを助けるために、ドキュアッタンという団体を作りました。はい、でコパウ監督も民主派地域に逃げているんですけれども、うん、そういうコパウ監督のように撮影を続けている人たちを援助する。で、日本にその作品を紹介するという団体が、ドキュアッタンですけれども、なるほど、そういった活動をしています。で、この作品にもコパウさんが私のもともとの友人なので、はい、ぜひ日本の人たちにも見てもらいたいなというところもあり、協力させていただいています。作品自体もですね、僕 も、まあ、当然見させていただいたんですけど、本当にですね、だん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 と状況が変わっていくのが映像の中で見て取れるんですよね。最初は本当に単なるデモ行進だった。で、そのデモ行進で人民に自由をみたいなことを言ってただけだったのに、だんだんそれが身を隠さなきゃいけない状況になっていき、部屋からエアコンがなくなったって、まあ、ちょっと文句言ってるぐらいな感じのところから、壁が壁じゃないようなところに行って逃げてるみたいな、なんかそんな状況にどんどんなっていって、最終的には、まあ、解放区なんですけど割とジャングルみたいなところで軍隊と一緒に身を置いてるみたいな状況になっていってるっていうのが、もう本当にだんだん変わっていくので、つぶさに見て取れるっていうところがこの作品すごいなって思ったんですけども、そういう例えば家族と会話するような時の、うん、はい、を自分で自分の顔を撮っている、その会話で子供たちの発する言葉にショックを受けたりですね、うん、そういう場面が記録されているんですけど、そういう心の動き、各段階で、まあ、逃げる時だとか、うん、あとその抵抗軍に加わる時だとか、そういう各段階で彼の悩みが出ているところが非常に、うん、貴重な映像だな。ドキュメンタリーって普通その被写体は別の人を撮っていくっていう形になるんで、自らをずっと撮り続けることによってその状況を伝えていくっていう、まあ、ある意味そのジャーナリスティックなやり方ではあるんですけど、でもジャーナリスティックっていう一線引いて見せるっていうよりは、もう思いっきり自分をもうさらけ出して見せてるっていうところがこの作品の凄みというか、覚悟をすごく感じる作品だなって思いました。そうですね、まあ、本人に言わせると隠れて一人だけだったので、うん、自分しか撮る人いなかったとかそういうことを言うんですけれども、はい、ただそれをプロとしてカメラを設定しないと撮れないんです、ね、はい、でそれもきちんと自分の顔が映ったり音が入るように撮っているわけです、ね、うんうん、はい、まあ、もっと言うとバイクで逃げるようなところも自分で撮っていて、うんうん、それがうまく撮れなかったって言ってこう、うん、あれば後悔してるぐらいなんですけど、ただその画面がこう逆さになったりするような画面がそのまま入っているんですけれども、うん、はい、そういうところがやっぱりその緊迫感もありますし、彼の覚悟を感じさせるところだなと思います。本当に見ている人はもうまさにその場にいるような感覚で見れる作品になっているし、もちろんそのこれはもう解放側の映像としてということにはなるんですけども、ものすごくどういう状況なのかが分かるように作っていただいているので、非常に貴重な作品というか映像じゃないかなというふうに思いますね。そうですね、で今でも監督は解放区にいるわけなんですけれども、やっぱり我々オンラインでつなぐとですね、うんうん、こう今橋の下に隠れているそういう場面から連続つながるわけです。我々舞台挨拶もしたいと思っているんですけども、はい、もうドキドキでですね、本当につながるんだろうか、
中でちょっとやりたいと思ってるんですけれども、はい、まあそういうのも含めて観客の人には現実がこうなっているということを知っていただきたいと思います。舞台挨拶でいきなり橋の下ですっていうところから始まったら本当に観客の人たちもええってはなると思いますけど、でもまさにそれが現実なんだっていうことですもんね。そうですね。一番の問題というかこの作品の一番の規定になるのはその軍事政権によってどういう状況にあるのかっていうところだと思うんですよね。国民がですよね。で映画の中ではパウ監督によっていろいろとこう語られていきながら、場面がある 場面もあれば収録されてない部分に関してはパウ監督が言葉で補ってらっしゃるっていうような形にはなってるとは思うんですけど、でも国民の家が燃やされたりとか結構むちゃくちゃされてるっていう現状が本当につぶさに報告されているので、この状況っていうのは本当世界がちゃんと見なきゃいけないよねっていう改めて感じた作品だなというふうに思うんですけど。そうですね。で、特にひどい状態にいる中の人の思いがしっかり描かれているので、そこら辺が見てほしいポイントですね。で、例えばコパウ監督は映画人なわけなんですけれども、うん、自分が撮っていた作品は今、軍によって公開できない状態にもあるわけで、自分が今までやりたかったことが、未来が奪われたというようなところの思いが非常に盛り込まれてます。でなので、そこの、そういうひどい状態に置かれた人が、ただ黙っているのではなくて、うん、何かしら、しようとしているという、そういう人がたくさん登場します。そういうところを見てほしいと思います。うん、まあ、この作品の中は、あくまでも、後半はほぼ解放軍の中のお話だったりとかするんですけど、それでも、その解放軍に逃げ込むまでの非常に緊迫した状況の中では、市外でやっぱり顔の知れたコパウ監督っていうのが、普通に、外を出歩くってことがまずできないっていう状況っていうのもよくわかるようになっているし、なかなかその大変な状況の中でこの作品を作り上げられたっていうのがもう本当によくわかる作品だと思うので、ぜひぜひたくさんの人に見てほしいし、まあ、うちのこの番組の夢人情報番組って言ってて、その夢を追っかける人を応援しますっていうことでやってるんですけど、まあパウ監督に関して言うと、もう夢を奪われちゃったんですけど、でもその夢をもう一回取り戻そうと思って頑張ってらっしゃるということなので、その思いは応援したいなと思いますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなっていうふうに思うんですけども、では最後にですね、北角さんの方からですね、まあ、パウ監督の気持ちを代弁していただいてですね、一言、今ご覧になっていらっしゃる方にメッセージをお願いしたいと思います。この映画はミャンマーがひどいんだっていうだけの映画ではなくてですね、うん、たくさんの頑張ってる人たちが出てきます。で、現状をどうにか変えようとして自分のできることをするというような人がたくさん出てくる映画ですので、やっぱりそこの困っているというだけじゃなくて、頑張っている人がたくさんいるんだということを知っていただきたいと思います。で、そういう人たちは我々の身近なところにも結構いると思います。ミャンマーの人、日本に7万人もいてですね、うん、コンビニに行くとミャンマー風の名札をつけている人がいて、あ、この人もミャンマーから来ているんだなというのが分かるときあるんですけど、そういう人たちは今も駅前で募金活動をしていたりとかですね、目立たないけれども国や難民を支援したり、そういうことをしています。身近にもそういう方たちたくさんいますので、もしご関心があったらですね、日本のそういう人たちも助けていただきたいというふうに思います。はい、ということで今日はですね、ドキュメンタリー映画、夜明けへの道のですね、コパフ監督の、まあ、ご友人でいらっしゃる、北角裕樹さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今かけられてますっていう生々しいという、生々しいよね、なんかすごいドキドキする、ずっと見てて、なんかほら途中でさ撮ってる手滑らしてガラガラガラってなんのよカメラ、でもそれそのまま使ってるのよ、うん、あれがすごいまた緊迫感を伝えてくれてるみたいなのもあったりとかするんですけど、そのさっきも言ってたそのバイクに乗りながら走ってみてとか、なんかもうそのありのままをずっと見せてくれるから、何上映されるってことは大丈夫なんやけど、うん、無事なんやけど、うん、大丈夫かどうなるのみたいな、ずっとちょっとずっとドキドキする2時間やっ
だけど、もうなんかでもそのありのままの言葉をずっと伝えてくれはるから、なんか変に作ってない言葉たちばっかりやから、ずっとぐさぐさ刺さるなと意味でね。いや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 、まあ本当に、まあ、リアルな、うん、あのその場のことを場をそのまま使ってはるんでね、うん、あのリアルというか、まあ、そのまんまなんですけどね、うん、そうそう、はい。でだから、あの実はこのミャンマーってね、なかなか難しくて、で実はあのこのインタビューの中で、うん、あのカットしたって言ってないことがあるんですけど、あのこのインタビューフルバージョンちょっと出そうと思ってます、うんうん、あの別口で出そうと思ってるんですけど、あの僕が活動をやってるあのワープロジェクト大使っていうのがあって、でそのワープロジェクト大使の活動の中で、4月は浅草寺で、9月は、靖国神社で、奉納祈号をやるときに各国大使に来てもらうんですよ、うん、大使館に声をかけて、うん、でなんと第1回目の、まさに、まあ、3年前とか、まあ、約4年前になるんですけどの9月21日の、靖国神社でやったときに、軍事クーデター直後のミャンマーの大使館の人が来てくれて、平和の祈りを込めたあのその寄せ書きしてくれてるんですよ。本当に本当に。だからもう僕らはその、まあ、実際来てくださった国って大体紛争が起こってる国が多くて、でやっぱ平和って平和を享受してる時は分かんないのよ、そのありがたみみたいなのが。で本当に平和になってほしいと思う国の大使館の人たちがやっぱ来てくれるっていう。でミャンマーは3年連続ずっと来てくれてたりとかするの でしかもその人たちは今は軍事政権ですよね、うん、でも任命したのはアウン・サン・スー・チーさんが任命してる、うん、その大使館にいる人たちも、うん、っていう人たちが軍事政権下なんだけど、自分たちが軍事政権下の代表として今日本にいるっていう状況なんで、うん、だからあの非常に複雑だとは思うんですけど、おそらく彼らはあのじゃあ軍事政権を代表する人に変わられちゃったらめちゃくちゃされるかもしれない、うん、そういうことがないように自分たちにしかできないことを多分やってらっしゃるということかなっていうふうに思うんですけどね、はい。まあ、あのそういうことが、世界の中で起こってるっていう、まあ、今やいろんなところで紛争起こってますからね、あの他人事と思ってる人は少ないかもしれないけど、でも、まあ、本当に身近に感じられる作品になってますので、ぜひ、見に行っていただきたいなというふうに思うんですけども、これがですね、ちょうど今日からです、5月の4日今日から、第7芸術劇場で、上映が始まりまして、そして、5月の17日から、5月の17日から、京都シネマ、の方で、上映が始まりますので、ぜひそちらもご覧になっていただきたいと思いますし、今日です、はい、今日そのコパウ監督の舞台挨拶あります、うん、橋の下からなのかどこからあのねえ、Zoom でつながれるそうなんですけども、うん、一体どこで、そのね、うん、やってらっしゃるのかというのは行ってみないと分かんないので、うん、ぜひ、お時間ある方、はい、今日の上映に、お越しいただければ小川監督の舞台挨拶を聞きいただけるはずなので、ぜひ行っていただければなと思います。はい、ということでシネマダンボリでした。さあ次なんですけども、はい、月1企画でございます。帰ってきました。はい帰ってきました月1、もう月1回だけの企画ね、はい、中島幸翔さんでございますよ、はいはい、中島幸翔さんの、今月の研究発表ということなんですが、はい、なんと残念ながらですね、うん、ご本人は今日 Zoom でも参加ができないということなので、事前収録したビデオもございますの で、はい、でこちらの方をご覧いただきたいと思います。では研究発表どうぞ。はい、皆さんおはようございます。早速の
ビデオ出演ということで大変申し訳ございませんが私の今月の研究発表ということで、まあ、させていただきたいと思います。でこう私、まあ、前回、自己紹介させていただきましたが、まあ、フィリピンパブ城の社会学という今絶賛公開中の映画のですね、まあ、原作者であり、まあ、その映画は自分が、まあ、出版した本が原作なんですけど、まあ、自分の実体験を描いた本が映画になったということでですね、まあ、あんまり普通は原作者って舞台挨拶って、まあ、1回2回行くぐらいだよとは言われてるんですけど、私今毎週末いろんな全国に舞台挨拶行かせていただきまして、そしてこの舞台挨拶行って気づいたんですね。あ、こんなとこに映画館あるんだとか、今まで正直恥ずかしい話、映画館で言ったら大きなハリウッドの作品とかを見に行く大きな映画館しか行ってなかったのが、まあ、いわゆるミニシアターというところに行ってですね、こんなあったかい場所があるんだなということを気づいたので、ちょっとそういったことでフィールドワークということをしてきたので、ご紹介させていただければと思います。ではお写真をお願いします。はい、まずですね、私、まあ、全国いろんなところ行ってきまして、まあ、その中で特にですね一番印象に残っているところがですね、まあ、僕は今愛知県に住んでるんですけど、まあ、お隣の岐阜県に柳瀬という大きな商店街があるんですが、まあ、そこにも映画館があって舞台挨拶に行ってきたんですが、まあ、これが3月17日ですね、舞台挨拶開催ということで、まあ、こうやってまず映画館に入るときに自分のこういう告知をされているとですね、すごい嬉しくてですね、そしてまた岐阜の人もあったかくて、まあ、すごいいいとこだなと思いまして、で次の写真に行くとですね、この映画館が今通りに1個しかないんですけど、昔はたくさん映画館があったんだよと、まあ、これもお客さんが教えてくれたんですけど、なのでここの通りはなんと劇場通りというですね、まあ、そういった昔はたくさんあったんだけど、まあ、時代とともに、まあ、だんだん映画館がなくなってきて、でこの岐阜のシネックスさんというところで、映画をやって舞台挨拶させていただいたんですが、まあ、こういった最後の、まあ、最後のというかですね、岐阜の映画文化を守ろうとしているところがなかなか伝わってくるという、まあ、そういった歴史も感じるんだなということが一つ、まあ、分かったことです。そして次の写真をご覧ください。これは、2月の17日からこのフィリピンパブ城の社会学ですね、全国で公開が始まって、まず初めに公開したのが、新宿のケーズシネマさんというところで始まったんですが、まあ、自分も初めて、まあ、ミニシアターというところにほぼ初めて行ってみて、そして舞台挨拶というこの何ですかね、内側からこう関わることによってですね、なんかすごいミニシアターさんって映画というものを応援してくれてるんだなということを感じまして、まあ、その中の一つがですね、こういった いろんな記事で、まあ、フィリピンパブ城の社学であったり、まあ、僕であったり役者さんが取り上げられた記事をですね、まあ、こういった風にですね劇場で、まあ、宣伝というかこういうのに取り上げられましたよっていうことをやっていただいたりとかですね。で、まあ、原作者なんですけど、普通監督と原作者とか、まあ、キャストと原作者とか、ちょっと原作者ってまあ少しおなんていうんですか、漬物的な感じでいることが多いと思うんですけど、まあ一番暇っていうこともありまして、まあ、ほぼほぼ毎週毎日のように、まあ、舞台挨拶をして、まあ、これはティーチーンといってですね、お客さんと、まあ、お話というかお客さんからの質問に答えるという形でやったりとか、で、まあ、これも僕自分の実体験が原作の映画なので、ここのシーンはどういう風なの、こういうの本当なのっていうことを聞かれながら、これはこうですよって説明している写真ですね。そして次の写真はですね、毎週毎週この舞台挨拶をやってるとですね、もう舞台挨拶慣れをしてきてですね、この後ろのバッグがですね、この金色になって、なんかもうこの舞台挨拶も慣れてる姿を見てですね、なんか競争的な存在だねってプロデューサーに言われたりとかですね、まあちょっと怪しいイメージも醸し出しながら、はい、やっております。そして次の写真はですね、これはムービックス京都さん、これはミニシアターではなく、まあ大きなシネコンさんなんですけど、まあそういったところでもやっぱスタッフの方が、絵の上手な方がですね、こうやって絵を描いてくれて、左が僕で真ん中が監督で、右がその出てくださった西田隆さんの絵ですね、こうやって手作りでやってくれたりとかですね。はい、次の写真は、これはもう何もないって言ったら失礼ですけど、山がある、これはですね、実は長野県でも舞台挨拶をしまして、長野県行き、大体3時間ぐらい、帰り4時間、で舞台挨拶の時間は20分、その20分のために1日7時間車を運転して行ったというですね、もうだいぶ腰が痛くなったんですけど、まあそんな中、次の写真をご覧いただくと、このアイシティシネマさん、これ長野の映画館なんですが、まあ長い道のりかけてですね行って、そして楽屋に行くと、こうやってようこそアイシティシネマへという風にですね、まあ、歓迎をしてくださると、わあ来てよかったなっていうことを思いました。なのでこう、まあ、全国本当に、東京であったり、大阪であったり、また、岐阜とか長野とかですね、
他には、まあ、仙台とかですね、まあ、いろんなところに、舞台挨拶行かせていただいたんですが、まあ、これ感じたことはですね、やっぱ映画館はいいなと。今ですね、ネットフリックスとかなんかで、まあ、便利で自分の好きな時間に映画見れて、巻き戻し、早送りできたりとか、トイレに行くのもできるんですけど、やっぱ映画館っていうのはですね、まず映画館のスタッフの人がこの映画を見てもらいたいってことでかけて、そしてそこで一緒に見る人たちとですね、時間を共有して、いい映画だったら同じ気持ちになって出ていく。そして僕としてはいろんなお客さんと直接喋ったり、いろんなスタッフさんと直接喋れるっていうことがですね、やっぱこの映画館っていう場だなと思いましたので、ぜひ皆さん映画館にどんな映画でもいいので、まずは足を運んでみてください。今月の結論は、全国に映画に対する熱い思いを持ってる人たちがいっぱいいるっていうことが分かりました。なのでみんな映画見に行ってね。また来月お願いします。いやそうなんですよね。だからやっぱね、映画ってそのネットフリックス、まあ、こんなねちっちゃいね、スマホで見たり、そのパソコンの画面だったりとか、そういうので見るよりもやっぱりいっぱい人がいるところに行って見るっていうのの方が絶対ね、感度が違うんで、感度が違うんですよね。なので、まあちっちゃくてもいいし、別にスクリーンのね大きいちっちゃいでは決してないんですよ。たださすがにこの小さではやっぱりね、画角が違いすぎるので、見え方全然違うんですよね。だってこんなでっかいスクリーンで等身大ぐらいのサイズのやつだと、こんなんやったら顔ほとんど見えへんからね、なのでやっぱり大きいスクリーンで見てくれた方がいいんですけど、まあ、少なくとも100インチとかじゃなくて、もうちょっと大きいねスクリーンでね、150とか200とか300とか、超えるようなスクリーンで見てもらった方が絶対に、臨場感ありますし、音も絶対そういうところのやつで見るよりは映画館で見た方がいいですから、ぜひ映画館にね行っていただきたいなという、中島くんの、フォローをしながらですね、終わりたいと思うんですが、はい、はい、ということで中島つながりでですね、はい、いきますよ、中之島映画祭情報、西野さんよろしくお願いします。はい、おはようございます。はい、西野映画祭、はい、2日目でございます。はい、そうなんです、今日もやっておりますから、はい、はい、はい、一応今日と明日来ていただけると、うん、上映優秀作品8本全部見れるはずなんです、うんうん、今日が、10時からなのでもうこれ配信が始まってる時点でもう、ね、始まっちゃってるんですけどね。だから1本目ちょっとこれを見た方は1本目を見れないかもしれない。そうですね、はい、まあ、とりあえず言う、はいはい、10時から憧れ通り、はい、で、12時50分から愛セルフ、はい、私の世界、はい、13時15分に23通のありふれたラブレター、はい、で13時50分からホモアミークス、はい、14時55分から新骨、はい、最後15時45分から隣の三膳、はい、ということで4日は、今日は6本やります、はい、で5日が最終日です、はい、はい、5日が10時スタート、10時からが、23通のありふれたラブレター、はい、10時25分が愛セルフ私の世界、11時から、ホモアミークス、はい、12時25分からさまよえ記憶、13時からよりクジラの声を聞く、はい、これが最後ですね、はい、で14時30分から祭りのメインステージでグランプリの発表、はいはいはい、と、表彰式ということになります、はいはい、で各映画が終わり、終わった後に監督さん、出演者の方とかスタッフの方とかいうのを舞台挨拶を用意しておりますので、はい、ぜひ来てください、はい、今回はもう全作品必ずね、うん、来てくださった人もあれば、はい、仕事の関係で来られない、で来られない方はビデオメッセージを持っていただいて、でそれを観客の方に見てもらうという形にしております。なるほど、はい、ということで、今日と明日ですか。今日と明日です、ね、まさに今、はい、今やってる最中なんで、はい、ぜひこれを見終わったらですね、中之島公園の方に行っていただいて、中央公会堂で、はい、涼みながら見れますから、はい、そうですよ、はい、祭りで暑いなと思ったら入っていただいてもいいですし、
いろいろ楽しんでいただけたら、あの我々としては最高でございます。焼きそばとかね、ビール飲んだりとかね。僕らはガーガーなんですよ。まあ、したんですから。いや、あんたらも話だから、お客様もたくさん食べて、はい、たくさん飲んで、はい、面白い映画を見ていただけたらいいなと思ってます。ちなみに館内は飲食禁止です。あ、そうです。これね、ほんま禁止なかったのは、中央公会堂って文化財、重要文化財なんですよ。はい、で、大衆会室は、あの飲食持ち込みも禁止です。はいはい、だから、あの、大体ね、毎年そうなんですけど、間違ってビール片手に入ろうとする人、すみません、やめてください、はい、止められる、はい、まあ、普通ね、映画館やったらね、あのポップコーンとか中飲みながらっていうのがあるから、うん、ついいいのかなって、もう入ってくる人はいるんですけど、アウト、あの、ここはアウトですので、飲食は、飲食は、外で食べて、飲んで、はい、それから、見てから飲んで食べてしていただけたらありがたいです。はい、はい、お願いいたします。はい、ということで、中之島映画祭情報でした。ありがとうございました。はい、はい、ということで、夢人情報でございます。はい、はい、夢人情報、今日は、桃瀬ひな、何かあるか。桃瀬ひなはもう変わりません。オフ会来てくれってことしか今伝えることはないんですけれども。そうやんな。あの、このままやとマンツーマンなりそうやわ。マジか。まあ、ちょっとそれぐらいの勢いなんで、はいはい、ぜひね、あの、ちょっと。歌ってください。ぜひ来てほしいのと、はい、生誕祭ですか。生誕です。はい。はい、で、この放送の3日後、私のリアルバースデーなんですよ。はいはい、で、うん、予定では、うん、予定ではです。うん、何かしらの子、私踊ってみたもしてるので、はい、その踊ってみた動画を上げる、うん、予定では、何回言うねんっていうぐらい予定なんですけれども、はい、あの実際に上がるかどうかは、うん、あの私のね SNS 見てもらったら告知してると思うので。はいはい、予定では毎週火曜日に動画上げたいななんて思っておりますが、どっかに必ず1本上がるので、もう絶対決まってるんで、4週あるうちの1本しかまだ決まってないんですけれども、はい、頑張ります、はい、ということで、まず SNS 見てください。お願いします、皆さん応援してやってください、はい、お願いします、はいはい、そしてですね、まあ、私の方からはですね、またしてもともると僕だけのフライミートゥーさんも大きな気になりたいの、上映情報なんですけども、もうこれも、あの基本的に当面ムービーズカフェマテリアル谷町っていうね、谷町4丁目谷町6丁目あたりにある自主映画が上映されてる上映スペースなんですけども、こちらの方でやっております。もうね、今月2回ぐらい終わってんねんけど、まずはですね、5月12日そして、5月31日が、ともるになります。で、5月12日日曜が、17時30分から、5月31日金曜日が、19時30分からともるの上映、そして、僕だけのフライミートゥーザムーン、そして、大きな気になりたいの方がですね、5月9日、20時45分から、そして、5月25日土曜日が、18時30分から上映という形になっておりますので、どちらもですね、ショートムービータイムという、枠の中でやってますから、料金が1100円プラス、ワンドリンクという形になってますので、ぜひ、ご覧になっていただきたいなと思っております。はい、まだ見てない人もぜひ見ていただきたいんですけど、うん、いい映画はね、何回見てもね、面白いんですよ。そうなんです。ぜひ見るたびに、あのなんか発見があったりとか、そうありますよね。一回じゃ拾いきれてなかったりとか、ちょっとこう理解しないまま進んだりして、止めれないから、そうで終わってからもしかしてっていうのが気づけたりするのがね、うん、いいですよね。ですよね。それでより感動できる、短いからこそ何回も見れますよね。そしてトモはですね、見終わったらコロッケ食べたくなります。タイトルコロッケですね。もう俺の中ではコロッケ。よかったなと思って、はい、もうスタッフ全員から止められたという、ね、はい、ことがありましたけど、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ありがとうございます。で、夢人情報、お待ちしておりますので、まあ、あの今ね、どんどんね、いろんな人からあのお話は来てまして、なんかね、結構ね、6月以降に、うん、あの言いたいねみたいなのが結構あったりするので、今月あるかな、分からんけど、ぜひぜひあの言っていただければ、はい、あのこの配信の方に載せていきたいと思いますんで、どんどんと、情報をお寄せください。はい、どうも夢人情報でした。ありがとうございました。はい。
ということでエンディングでございます。はい、すいません、すいません今日ね今やってるからね、はい、そうそう、はいはい、今日企画長なんでね、ここにおるわけにいて、はい、急いで急いで、すいません、はいはい、いってらっしゃい、はい、いってらっしゃい、気をつけてほんまに出てくる。はい、はい、ということで、はい、中野島映画さん今日行ってますからね、皆さんね、はい、もうこれ見終わったらすぐ行ってください。私も行こうかな。おい、そして誰もいなくなった。全員消えてみんなで中之島に行くみたいな感じになってますけども、はい、はい、ということで今日ですね、5回目終わりましたので、はい、次回6回目、まあ、またあのインタビューございますし、ね、はい、はい、期待していただきたいと思います。じゃあこれ見た後は皆さんね、中之島映画祭行ってくださいね。はい、追っかけましょう。はい、ということで今日どうもありがとうございました。